はいどうも、タカボンです。ファーミングシミュレーター19、続きを遊んでいきたいと思います。前回ですね、畑17のこちらですね、アルバイトをね引き受けて、畑をね、耕したりしました。で今回ねちょっとね、またですね欲しいものがねできちゃいましたんで、そちらをねいくつかちょっと購入していきたいなと思います。でなんでこんな機械に乗ってるのかと言いますと、こいつにねこのジョンディアのこのバギーに乗ってるかと言いますと、これです。よいしょ。この機械なんじゃこの箱はみたいな形をしてるんですが、これなんですが、ここにね書いてます通り、はいっと、イージースクレーパーというものです。作業機械のここかな、モッドでね見つけました。これですね、リザードのイージースクレーパーっていうねこの機械ですね。25馬力のものであれば使えるね機械です。で作業幅が2メーターで、20キロでね作業することができます。こんな形をしております。でここの部分のアタッチメントが今なんちゅうのこれ、この三角形のこれにスポンってねはめるタイプの、なんちゅったらいいんだろう、フロントマーとかねそういうのをつけるときに使うアタッチメントをねつけることができます。さらにここ選ぶとね3点ヒッチでつけることもできるんで、自分はこのね3点ヒッチバージョンで買ってます。でこの機械がね一体何ぞやということなんですが、牛舎のねお掃除にね使えると思ってね購入いたしました。よいしょ。まずここにはめ込んで、はめ込んでとかね設置して、これで機械を下ろす。よいしょ。はい、下ろしました。この状態で機械が降りてます。でスイッチ類はないようですね。なのでこのまま走ればいいのかな。じゃあ走ります。でこれでこのね食べ散らかしたのが取れればいいんですよね。どうでしょう。お、綺麗になりますね。あ、なるなるなる。オッケーオッケーオッケー。お、綺麗になった。え、でこの取ったやつはどこ行った。あー、そういうことか。溜め込まないタイプだ。もう完全に掃除というか、走ったら走ってすくったら消えるんだね、これね。右下のところのあのパーセンテージがゼロのまんまで上がりませんもんね。あ、これいいかも。こいついいね。しかもこいつで使えるから、このジョンディアのこの四輪のこの車両でね、バギーなのかわかんないけどこのマシンで使えるから、あ、これはいい、これはいいわ。動力源も何も必要としないから、ちょうどね使わないでね置いてあった機械なんでいいですね。これはね、これでいきましょう。こいつね、ジョンディア XUV865M ってやつにもうくっつけて使おう。いいですね。これで、牛舎のお掃除がねいい感じでできますね。よし、まずこれがね今回1個目の購入したばっかりなんですが見つけたね機械です。よし、牛乳を売るのは夕方でいいとしまして、それではね次にね何を購入するかと言いますと、さっきもちらっと見えたんだけど、これです。これリザードのフロントリフターってやつですね。これをねちょっと購入したいなと思います。これもしかしたらと思ったんですが、この間のねこちらですね、こちらを購入して思ったんですが、もしかしたらねこれはねいろんな機械にね取り付けれるタイプの、このなんだろう、後付けのね3点リンクのリフトと PTO のドライブシャフトではないかというふうにちょっとね
思ってるんですよ。なのでこれを買ってちょっとね、つく機械がどの機械なのかをちょっとね、試してみたいと思います。金額的にはね2500ドルなんでそんなにしないんで、ちょっとねこれを購入したいと思います。よいしょ、とりあえず黒でいいや。よし、買いました。このピックアップとかにつけれたらすげえいいですね。こいつ馬力がすごいあるんで、ちょっと試しに行ってみましょう。あれ、あ、そっか、俺これ購入して、そうだ、つけてみようと思ってトラクター持ってきたところでやめたんだ。もう一個買っちゃった。あれ、これついたんだっけ。ちょっと待ってよ、ジョンディアにつけようと思って、ね、持ってきたんすよね、そういえばね。あ、これにはつかない。え、つかないの、こいつに。え、つかない、マジか。そうだ、前回の後にそういえば持ってきてやったね、思い出しました。ちょっとね期間が空いてるんでね、前回からね、自分でも忘れてました。あれ、ちょっと待ってよ、これってなんでつかないの。これつけてもつかないのかな。3点つけた状態で3点つかねえか。こいつにはつかないんだった、そういえば。あれ、ついたけど、なんじゃこりゃ。なんでこれをつけたらつくの。ちょっと待てよ、したらウェイトにしたらつくのかな。まあいいや、安いんでね、2個購入しても別に問題ないと思いますんで、このままつけば持って帰ります。お、ついたで。あ、ウェイトをつけた状態でつけるんだ。ついた、いいですね。あ、ついたついた。え、ちょっと待って、こいつにはつくの。こいつにつけば多分ハーベスターとかにつくと思うんだよね。フロント、あ、ついちゃった。フロントにはつかないね。しかもこれすげえな、車高めっちゃ高くね。つかない。リアはこいつにつけれたらさ、農作業に使えるようになるってことでしょ。このピックアップトラックを使うかって話だけど。お、ちょっと待った、ついた。あ、つくのこれ。ついたぞ、ほら。お、ついた、マジですか。え、ちょっと何これ、面白いんだけど。ちょっと待って、こいつ、ちょっと待って、ゾンビアを連れて帰ろう。なるほど、これ使えるぞ。抜いてきたけどいいんだろうか。あ、絶対正面衝突するパターンじゃないこれ。ちょっとちょっとちょっと、絶対正面衝突するパターンじゃない。あーブーンぶつかっちゃった。すいません、ごめんなさい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 。いや、なんかどけるよお前。こういうのもいけるってことよね。ほら、いける。でなんかすげえ、これさ、いけるのこれ。おお、開いた開いた。あ、全然普通に弾けるんだけど、マジか。ピックアップ恐るべし。
こいつもつくの、もしかしてヒッチだから。おお、つくだ、つくだ、だってつくよ。あ、でもなんかケッツが下がったな、やっぱ重いんだな。フロント浮いてるよこれ。フロントにウェイト乗っけたいな。ウィリーしてるよなんじゃこれ。ピックアップでこの大型のおそういうことか。全部できるんだこいつでしたら、これをつけたことによって。すげえな。え、ちょ待ってよ、これってさ、よし一回外そう。こいつに、あれ、これヘッダーめり込んでるね。やっぱこれあれか、読み込み直したらヘッダーめり込んじゃうね。わあ、ラブってる。おお、ラブった。壊れるよ機械が。どう？こいつさ、こいつを外すじゃない？あ、またラブってる。これおかしくなるね。このヒッチをつけると一回一回ラブるね。これこれこれ、こいつつけようぜ。これつくんじゃねえの、もしかして君のケッツに。ついた、ついた。あ、でもやっぱヘッダーがおかしくなる。ケッツにアタッチメント何かつけるとどれつけてもヘッダーが荒ぶるね。これってでもさ、こいつつくのかな、この後ろに。さらにまさかの展開。うわー、荒ぶりました。え、どうなってんのこれ。やべえ、非常にやばいことが起きました。何やってんの。ほら、バグっちゃったバグっちゃったバグっちゃったよこれ。どうしたらいいんだよ。ちょっと読み込み直すか。これはまずいだろう、どう考えても。何が起きた。コンバインが消えたぞ、コンバインが消えたんですけど。あれ、コンバインが消えちゃった消えたコンバイン、あった。じゃリセットにしちゃった。いやー、笑えるなどこ行ったか分かんなくなって、こっからスタートです。ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっとアタッチメントどこ行ったの。これもリセットしよう出てきた、あ、出てきた出てきた危ねー、読み込み直しなきゃなんないかと思っちゃって。あ、いや、こんなことしちゃダメだね。あ、ちょっと待ってよ、さ、3点リンクのあれを買えばいいんじゃないかな。これでいいんじゃない。ちょっと試しにやってみましょう、いろいろね。これつけるじゃない、これね。これで一応、あー、でもこれ軸がつくんかね。ちょっと試しにやってみようか。ローダーワゴンだっけ、これを引っ張れればオーガーワゴンもいけるはずなのよ。よいしょ、いけそうだね。これってどっち、これをダメか、下がらんか。はい、それではですね、今回は
この2つのね、ものをね、購入いたしました。1つはこっち側の、イージースクレーパー、リザードのイージースクレーパーですね、モッドになります。モッドからダウンロードするとですね、こちらのその他のね、中に入ってくるんですが、これですね、このリザードのイージースクレーパー、牛舎の掃除にね、使うのに便利ですね。でこのちっちゃいね、この、ジョンディアのね、XUV865M っていうのにもね、つけることができます。ちょっとなんか、ちょっと力不足かなっていう感じはあるけども、全然より使えるんでね、自分はちょっとこれでね、使っていこうかなと思います。うん、なので、掃除はね、今までこっちのこれを使ってたんですが、これからこっちにね、切り替えていこうと思います。で次に購入したのはこちらですね。リザードのね、フロントリフターってやつですね。以前からね、どういう風に使うのかちょっとわからなくって入れてたんだけど使ってなかったんだけど、なんとなくね、わかりましたね。大体の機械にね、つけることができるようです。うん。で、これ今ピックアップにつけてますが、こちらはね、トラクターにつけてます。多分自分はね、こっちの仕様で使う方が多いかなと思う。これでこのピックアップをね、ちょっとね、うまい具合に、ね、使えたらなとちょっと思ってるんでね。このピックアップ自体が、こいつ650馬力あるんで、うん、結構ね、面白いかなと思ってるんですよね。なのでね、ちょっとね、これで試しに今後のね、採用でね、ちょっとね、使っていきたいなと思います。はい、そんな感じで今回は2つのね、新しいね、作業機械とアタッチメントということでね、これをね、導入してみました。そんなところで終わっていきたいと思います。皆さんの方もね、ちょっとね、使ってみたいなって方がいましたらね、ちょっと試しにね、使ってみてくださいといったところで、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。さらにね、コメント欄の方に、コメント、質問、あとはですね、こんなもん使ってみたらどうですかとか、こんな企画やってみたらどうですかっていうのがありましたらですね、遠慮なく書いちゃってください。今のところね、コメントの方もありませんのでね、コメントに対する返信もね、100% できると思いますので、よろしくお願いします。さらにですね、今まではこんなことやってみたらどうですかみたいなね、提案をね、いただいてますけども、そちらの方もね、おいおいね、ちょっとね、やっていきたいなという考えというのもありますんでね、その時はよろしくお願いします。といったところで、それでは、またです。